さあ始まりました。レフトのあやさん、ライトりょうたさん、レフトバックあかなさん、ライトバックめいです。左利きとかいうめんどくさいやつ。うわおえずいな。上がれそうやね。そうですね、さっきめっちゃちょっとビビってました。まあ、うわすいません、ありがとうございます。一生いっぱいになったとしてもこっち4点やけどね。そうですね、いけるやろ。いけます、頑張ろう。え、次が強いんですか。いや、分からん。あブルーブルーって書いてたね。ブルーブルーどうした。英語のブルー、カタカナのブルーみたいな。あめっちゃ青。この間ね、この間の大会でパープルっていうチームと当たったんやね。同好会やって、めっちゃ強かった。やば。その時ブルあーパープルは紫色着とったけ。あブルおらんねえ。どうなんやろう、ちょっと怖いですね。ちょっとどうなん、なんか同好会って毎回チームの名前作るんですかね。うん、多分ね。こんなに球大来ていいん。学祭いいと。あ、今日学祭なんですか。うん、今日学祭らしい。今日学祭やけ、球大は全然おらんやろって俺が言いよったのに。来てるみたいな。みんなビーチ愛がさすがですね。球大の学祭本当に面白い。どんな感じなんですか。行ったことない。規模が違う。でも俺副大と中村を行ったことないけ。ああ。わかんないけど比べれんけ。けどなんか。
でかい、とにかく、なんかね、店がずらーっとあるのよ。本当にどんぐらい、50店舗くらいあるんやないかなっていう、ね、すごい。でもなんか服であれらしいですね、なんかある一部分しかないみたいな。らしいね、服であんな広いのに、うん、どこ使うやろ逆に。分からんけど、この間行った時は、はい、もう鉄板でなんか肉巻きおにぎり焼いたりして、その場でめっちゃうまかった。9代ですか、うん、いいな。なんか外人とかもおるけ、黒人がなんか細長い黄色い米のなんか、うん、なんていうやつか知らんけど、そんなその国の料理みたいな。いいな。落選したかったな。なんですね、試合とまさか去年被らんかったんですけど、うん、球大が今年からちょっと1ヶ月ぐらい早まったのね。あー、そういうことなんだ。やばいですね、それはちょっと、うん、来年ももしかしたら被るかもやけど、うん、落選優先するかも。あ、13対5で勝ってます。バカボコやね。やばい、球大のさ、後ろに書いと人が打つよみたいな、あれ右利きと思う、左利きと思う。右利き、右、はい、俺左で攻撃中に見える。あ、どういうこと。後ろに構えと手が左に一点に見える。え、どういうことですか。ああボールがこっち側にある。そうそうそう、錯覚、すごいな、やっぱ球大やな。そこまで考えて作ってた。惑わして切れてますね。あ、やばい、ボール。ボールインしてない、じゃない。ナイス、やば、かけー、うん、おお、やらしい。ビスケット誰来るかね。ですかね、何ですかね、36でしたよね。どこやった多分3のくないとか、あ、違ったっけ。ナイス。うわぁ、右から打っても左から打ってもブロックがでかい。りょうたさんって中村ですか。そう。あ、中村の教育やけど、あいつ先生ならんかもとか言うより、うん、あ、おお、セーフ。あれなんか多分トス上げてキャッチしたらダメらしいね。あ、そう、触ったらいかんけん、うん、取っておく感じらしいです。すごいね、とっさに。すごいよ。でかっ。ナイス。同好会戦出る。出ます。出ると、はい、どこのチーム。どこと、ハロさんと林くんとカナエです。うーん、あ、あー、先生はもう多分7、21ってこと。あ、21対7で勝ちました、お疲れ様です。はい、多分です。